人しかいませんけど、基本的には無所属という人です。一人政治活動をやってきます。そういった能力を持った、人材育成、そのための、教育改革、そういったものを、挑戦をしていきたいと、考えています。特に学校の現場の方でも、子どもの数は、かなり、減っていますし、教員の数は余っている状態でありますので、やはり、公務員を守るのではなくて、子どもたちの方に、力を入れていけるように予算配分などもそうですけども、根本的なところから、改革に必要があると、考えています。2040年になれば、800か900ぐらいの、地方公共団体が、消滅をすると、言われていますので、20年後30年後、我々の町が、消滅しないように、今から、未来に投資できるような、政治経済、こういったものを提案していけるように、頑張っていきたいと、思います。日本の場合は、公務員以外の、民間企業の賃金は、ここ20年、あまり増えていませんし、日本の GDP も、ほぼ横ばいだと思います。日本経済というのは、悪くもなく良くもなく、横ばいのまあまあのレベルだと思います。ただ我々の生活を良くするためには経済をもっと発展させて、世界からお金が飛び込んでこれるような、そういった仕組みが必要だと考えています。今の日本というのは、何とあらゆるものに税金がかけられていますので、非常に生活がしにくい国だと私は実感をしています。
ガソリンを例えば1000円払えば、そのうちの600円は税金ですし、所得税も累進課税ですから、4000円以上稼げば 55% 公務員に持っていかれます。ですので、これ以上税金を増やしても得をするのは公務員だけですので、基本的には税金になるべく頼らなくてもいいような政治経済、そういった形を作っていかないといけないと考えています。政府というのは情報化社会でありますし、答えのない時代ですから、今の学校教育というのは答えを覚えるだけの教育になっています。人の真似をする、そういった意味ですので、なるべく自分の頭で考えて答えを導き出せるような、そういった訓練を小学校からやっていく必要があると考えています。少しでも多くの子どもを産んでもらえるような、そういった社会づくりと社会インフラを作っていくことと、そして21世紀は変化の激しい時代だと思いますので、そういった時代の変化にも対応できるような、そういった子どもたち、人材育成をしていくことが、我々の将来を安心安全に変えていく大きな力になると考えています。世界のどこの国に行っても英語で活躍できるような、そういった人材育成、学校教育に変えていく必要があると考えています。あ、いらっしゃい。私は昭和生まれですので、今の時代の変化にはなかなかついていませんが、時代の変化に合わせて人間も変わっていかないと、これからの世の中は淘汰される側に行ってしまいますので、時代が変化しても生き残っていけるような、そういった人材育成と教育の改善というものが必要になってくると考えています。特に21世紀は英語が世界共通語になってしまいましたので、これからの子どもたちは特に英語でも活躍できるような、そういったスキルを見せてもらえるように学校教育から変えていきたいと考えています。21世紀というのは情報も大きな意味を持ってきます。自分に必要な情報というのは自分からしていかないとなかなか手にできないし、情報弱者になってしまうと、日本で生きていく上でかなり前向きな面が大きいと思いますので、英語ができるようになるだけで入手できる情報の量としても格段にアップをします。情報の扱い方のスキルとか、あとは英語の能力、こういったスキルを持った子どもたちを教育をして育てていきたい。特に日本の経済は横ばいですから、しかも日本は成熟国家でありますので、成熟国家ということは成長しきった国ですから、大きな発展はもうないと思います。今ある産業だけでは大きな発展はなかなか考えにくいし、我々の生活を楽にするためには今ある産業だけでは力不足だと考えています。特に新しい産業をこれから起こしていかないと、経済そのものも大きくはならないと考えています。新しい産業を起こすためには新しい産業を起こせるような、そういった人材育成、こういったものが絶対に必要になってきます。学校教育というのは、答えを覚えるだけですので、新しいものを生み出すという訓練を、日本人はしていません。学校の教員に言われたことを、やるだけと、そういった、人間を育てているのが、今の学校教育だと思います。今の時代は薄型テレビが主流ですけれども、
未だに、ブラウン管テレビを作っていると、そういった感じなのが日本の学校教育だと、思います。ですのでこれからの、子どもたちには、ブラウン管教育、ブラウン管ではなくて、またテレビになるように、時代に合った、学校の、教育カリキュラムにしていくことで、21世紀も、活躍できるような、人材育成を、目指していきたいと、考えています。今までの、教育の経験を生かして、柔軟な、政治経済、こういったものを、提案できるように、挑戦をしていきたいと、考えています。今年の選挙が落選をしてしまいましたので、また次は4年後の県議選を目指していこうと考えています。4年前に杉本修一後援会という政治団体を作りました。ただ選挙を負けた後に私もようやく YouTube を始めることができましたし、昨日子どもの未来を作る党という自分一人の政治団体も新しく設立しましたので、今日から、子どもの未来を作る党代表の杉本として、4年後に向けて政治活動を続けていきたいと考えています。特に、今の日本というのは、世界の立ち位置も弱くなっていると思います。人口が脱税で叩き潰された青汁王子という人物がいるんですよ。青汁でお金儲けした人で、今国税に潰されちゃったんですけど、その人にも接触をして、青汁王子も目に留めたら国税に政府の人が対応してくれるのか、そんな感じなんで、いろいろとそれを見て国というのは、これから人口が激減をしてしまいますので、人口が激減するということは、我々の税金を払ってくれる日本人の数も激減をするということであります。当然、日本の経済も大きく発展することはなかなか考えにくいと思いますし、少しでも多くの子どもを安心して育てられるような、そういった社会の中を作っていかないといけないと考えています。国会議員と地方議員というのは、地
事の内容が全然違いますので、特に地方自治の場合は、地方の予算の、作り方、公務員が作る予算に対して、賛成か反対かをするのが、地方自治の仕事になっています。当然我々の、税金を、どうやって使うかというのは、市役所や、県庁の公務員が自分たちに都合がいいように予算案を作っていきます。そういった予算案に対して徹底的にメスを入れていく、それができるのが地方議員だと思いますので、私も当選できれば徹底的に税金の使い方、予算案の作り方に対してはメスを入れていきます。不正があれば全て皆さんにお伝えをして議論が巻き起こるように変えていきたいと考えています。我々の税金を無駄遣いさせないように徹底的に監視をしていく必要があると考えています。特に税収入が激減する我々の国では税金の無駄遣いというのは絶対に許されるべきではありませんので、私の YouTube ももっと大きいプラットフォームにして、そういった公務員の内部犯罪というものは徹底的に情報をオープンにしていくつもりです。なるべく我々の税金を使わせないようにして景気を良くしていくというのが本来の政治家の仕事だと考えています。特に経済が弱くなっている日本においては、やはり将来の不安を払拭することで、そして個人の消費を促していく、個人消費を促していって利益を拡大させるのが、我々の生活を安心させていくのが本来の政治家の仕事だと考えています。ですからまず足元から徹底的にメスを入れて、地方の税金の使い方の、特に税金の無駄遣いにはメスを入れてですね、改革をしていきたいと考えています。なるべく税金に頼らないような、そういった政治経済、こういった形を、提案をしていきたいと思います。特に日本の、なんだっけ、個人の金融資産、これを全部集める、合わせると1800兆円ぐらいの個人金融資産がありますので、そういった個人金融資産の一部でも使ってもらえれば、18兆円のお金が 1% 使ってもらえればですね、1800兆円の一部でも使ってもらえれば18兆円のお金が市場に出てきますので、なるべく税金を使わなくても、経営を良くしていくことは、十分に、可能だと、考えています。そして、世界にも、投資先を探してさまよっているような、投資のお金が、3000兆円ぐらい、ありますので、そういったお金も我々の国や、我々の、町に、来てもらえるようにすれば、かなり、経営そのものは、強くなっていくと、考えています。なるべく税金に頼らなくてもいいような、そういった、インフラを、作っていきたいと、特に、世界のお金、世界から人と物とお金を、呼び込んでこれるようにすれば、かなりの、経済効果が、あると思います。そして日本国内にも、1800兆円ぐらいの、個人金融資産がありますので、そういったお金を安心して使えるように、してもいけば、税金を上げなくても、十分に、景気を、介護をするということは、可能だと、考えています。なるべく税金に頼らなくてもいいような、政治経済、こういったものを目指してですね、そして少しでも多くの、子どもを安心して育てられるような、子だくさんな、町づくりも、目指していきたいと、考えています。そして、個人金融資産、それと世界のグローバルマネー、こういったものを我々の街に入れ込んで、そして発展していけるような受け皿を作っていきたいと考えています。
我々の国民に税金を、重く、払わせるのではなくて、世界の金を入れ込んで、そのお金で、繁栄をしていく、そういった、発想も、必要だと、考えています。人口が減って景気が弱くなっている日本国内だけで税金だけでやっていこうとしても、うまくいかないとは考えていますし、税金を、徴収しても不得をするのは公務員だけですので、そういったところを、クリアにして、なるべく税金に頼らなくてもいいような、そういった街づくりや、政治の仕組みを、私は提案をしていきたいと、いい方向に、改革をしていきたいと、考えています。今までの、教育の経験を生かしてですね、いい方向に、進んでいけるように、この国のシステムや地方のやり方も、変えていきたい、いい方向に改善をしていきたいと、考えています。子どもの数を増やすために、税金、特に無駄な税金の使い方にそれぞれ、叩き尽くしてそのお金を、子育て世代に回すことで、少しでも多くの、子どもを、増やしていきたいと、浜松だけでも人口を増やしていけるように、変えていきたいと考えています。日本の合計特殊出生率というのは、今は 1.4% しかありません。平均値が 1.7% ですので、せめて 1.7 以上になるように、していくことが本来の、国家公務員の仕事だと、考えていますが、なかなか、ついていないのが現状でありますので、地方だけでも、子だくさんの街に、なるように、変えていきたいと思っているのと、なるべく、税金を使わないと、そして、公務員ファーストじゃなくて、庶民ファーストになるように、学校現場も今は、教員ファーストに、なっていて、子どもファーストではありません。いろんな、事件や問題があっても、学校の教員と、教育委員会が、情報を、伏せてしまいますので、そういったことがないように、メスを入れてオープン化していくのが、本来の地方議員の仕事だと、考えています。地方議員になっても、子どもを守っていけるように、条例を、作って、特に学校の教員や公務員に対して、義務や罰則を、作っていきたいと、そういうふうに、考えています。私は、いろんな経験をしてきましたので、まあ、いろんな、問題も起こしましたけども、大切なのは同じ、過ちをしないということで、やる気があれば、何度でも、再挑戦できるような、そういった世の中にしたいという思いもあります。そして、日本にとって一番大切なのは公務員ではなくて、子どもを増やすことですので、一番大切な、子どもを増やすこと、こういったことに力を入れて、特に日本の、公務員というのは、法律で守りすぎていますので、こういった法律は、今すぐ、改革をしていく必要があると思います。公務員天国を、終わらせることと、子どもを増やしていくこと、そうすることで、税金を使わなくても、発展していけるような政治経済を私は目指していきたいと、思います。これから4年後、またあの子どもの未来を作る党の代表として、挑戦を、していきたいと思います。YouTube チャンネルの方にも、今日の動画をアップしますので、私の YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。